マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ6月10日号の時間がやってきました。私は先日祖父に箱いっぱいの新じゃがをいただきました。私の主人がじゃがいも大好きなので全部蒸しておいしくいただきました。それでは町のさまざまな話題をお送りします。まずはこちらの話題から。楽しみながら城下町の魅力に触れます。4日近世城下町ふるさと祭りが開催されました。近世城下町ふるさと祭りは豊臣秀吉が長浜に城下町を築いた当時の活気を再現し地域を盛り上げていこうと近世城下町ふるさと祭り運営委員会が毎年開催しているもので今回で8回目となります。駅町テラス長浜では長浜市引山博物館の太田博史館長と福井県の鶴ヶ市博物館高早恵美学芸員が城下町をテーマにしたトークライブを行いました。城下町として長浜は城ができてから町が作られたこと、鶴ヶは気比神社を中心に昔からの町がありそこに城ができたなどそれぞれの城下町の成り立ちや構造などについての話があり参加者らは2人の話を熱心に聞いていました。また人気声優の山口勝平さんと天野優さんが登場し観光 PR キャラクターの秀吉くんや三成くんと一緒にアテレコ形式の寸劇が披露されました。一助さんで作ってもらったんですけれどもそこからちょうどね、よかったね。なんかそんなに他にも中心市街地一帯では城下町遺産巡りや楽市楽座なども行われ多くの人が近世城下町の雰囲気を満喫している様子でした。城下町のでき方について今まで考えたことはありませんでした。お城からできた城下町、町からできた城下町、どのような違いがあるのか気になりますね。それでは続いての話題です。自己ベストを目指して競技に挑みました。5日、あざいふれあいグラウンドで長浜市陸上競技大会が開かれました。この長浜市陸上競技大会は障害スポーツの振興と市民の健康と体力づくりを目的に長浜市と長浜文化スポーツ振興事業団が開催しているもので今回で34回目となります。今回の大会は昨年に続き新型コロナ対策として無観客での実施など対策を取りながらの開催となりました。陸上クラブに所属する小学生や中学校の陸上部の生徒を中心に長浜市と米原市の小学4年生から一般参加まで合わせて485人の選手が参加。今大会では大会新記録が生まれており、どの選手も自己記録更新を目標に持てる力を精一杯発揮し競技に臨んでいました。大会新記録、素晴らしいですね。これからも頑張ってください。それでは続いての話題です。子ども療育センターに玩具が寄贈されました。6日、市役所本庁舎で大阪ガス株式会社大ガスグループから玩具の寄贈がされました。大ガスグループでは企業ボランティアの一環で1981年から小さな灯火運動を行っており、身近なことに関心を持ち地域社会のさまざまな問題解決のため積極的に取り組んでいこうという趣旨のもと寄付や支援活動を行っています。この日行われた寄贈式では大阪ガスネットワーク株式会社滋賀地区支配人の津田博史さんから浅見信義市長へ木製バランスゲームやエアーボールゲームセットなどの玩具が贈られました。
津田さんは、我々の会社も地域あっての会社でございます。今回送らせていただいた物品で少しでも皆さんに喜んでいただければと話していました。浅見市長は、将来を担う子どもたちへの支援ということで、今回寄贈いただいた玩具は大変ありがたく、大事に使わせていただきますと感謝を伝えました。今回寄贈された玩具は子ども療育センター1号園で使用されます。たくさんバスを使いになるところがネットゼロに持っていくためのつなぎのエネルギー。素晴らしい取り組みですね。このように社会全体がサポートしてくれるような取り組みが広がるといいですね。さて、次回の番組内容の更新日は6月17日金曜日です。次回も街のさまざまな話題をお送りしますので、どうぞお楽しみに。